あなたも新しいコミュニケーションツールとして手話に触れてみませんか？手話部は主に L1 号館36講義室にて月曜日、金曜日の午後6時より活動しています。 A と B がさ、こうなってその避け合いだよ。今行っているのは北里祭で発表する手話歌の練習です。手話歌は楽しみながら単語を覚えられ、曲の意味も考えられるので、手話部としても力を入れて行っています。大事なあたりがすごい早くて、光があるようなところがゆっくりだから、感じるは多分どうやってもゆっくりできるから、こうもうちょっと丁寧にやったら多分もっと綺麗。手話講座で行う自己紹介や挨拶などを指文字と手話を使って行っています。北里祭当日は J-POP やアニメソングの手話歌を作り発表しています。その他の活動として、手話劇の制作や他の大学の手話サークルとも交流を深めています。秋と言ったらって言われた時に、例えばスポーツとか、そうそう、食欲とか、読書とかこれは手話を使ったゲームです、うん、楽しみながら手話を覚えられるように、さまざまな工夫をしながら練習を行っています。韓国それ迷ったんだよな。姉ちゃん何やった？一緒アメリカ、はい、イギリスです。おお、斜め下からこうか時にはわからない単語を辞書で調べたり、また毎年行われている手話技能検定試験や全国手話検定などにも挑戦しています。残り15秒、10秒、5、4、3、2、1。私たちは北里大学手話部 CES です。手話部では月曜日と金曜日6時から8時まで楽しく活動を行っています。ぜひあなたも手話部に遊びに来てください。みんな集合、せーの、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君に、イエーイ、イエーイ、男子募集中だよ来てね